どうもしゅんです。こんにちは。普段我々のチャンネルで1日密着企画っていうのをやってると思うんですけども、本日は1日をリアルに密着するのではなくてインタビューベースではあるんですけど、マイクロソフト社員の1日はどういう過ごし方をされているのかっていうことについてお聞きできたらなと思っております。マイクロソフトで実際に働いている K さんに本日はお越しいただきました。後藤 K です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。K さんが今マイクロソフトでどういうお仕事をされているのかってまずお聞きしてもいいですか？技術営業っていう、ポジションにいるんですけれども、大手企業さんのお客さんがいて、そこからクラウドサービスを使って彼らのこうシステムを作る際にどうやったらそれを作れるのかっていう、技術的な要件をこう解決する、いわゆるこう技術コンサルみたいな仕事をしてます。なんか難しそうだなと思うんですけども、1日のスケジュールってどんな感じなんですか？基本的にはもうずっと家からやってるんですけど、お客さんがついてるので、お客さんの動きに合わせて結構動きますと、お客さんが起きるのはだいたい朝9時ぐらいからなんで、僕もそれに合わせてだいたい8時半ぐらいに起きて30分で準備して、だいたい9時から5時ぐらいまでですね、お客さんがこの時間がミーティングがいいって言ったらお客さんのミーティングが入って、じゃあこのプロジェクトこういう風に作っていきましょうよっていうのがこう1時間あったりとか、各週にこうチームミーティングがあったりとか、あとインターナルでのフロントの営業さんとのこう調整も結構あったりするんで、そこのこうコミュニケーションとかをこうランダムにこう取っていくって形で、この時間に決まってこれをしなくちゃいけないっていうのがないんで、人によっては朝5時ぐらいに起きてそこからもう3時ぐらいで終わっちゃうとか、一応で規定としては7時間半ってあるんですけど、仕事量によってはこう1日に調整して今日少なくして明日多くするとかっていうのも全然できますね。今営業のミーティングがあるっていう話をいただいたんですけど、それ以外の時間って何してるんですか？僕のポジションだけ言うとテックロールなんで、特に本当にクラウドの世界とか IT の世界って今の時代めちゃめちゃ変化するんですよ。こっちがテックのこと分かってないとコンサルもできなくなっちゃうんで、やるべきことのリストの中にちゃんとこう技術のキャッチアップっていうのが入ってるんですね。じゃあその営業の商談とか以外は技術のキャッチアップとか勉強の時間にも当てられるっていうことですね。そうですね、かなり自由っちゃ自由ですね。今会社行く時もあんまないですけど、コロナになる前も実はもう週3日ぐらいは家でやって2日行ってるぐらいだったんですけど、ラッシュに当たるの嫌なんで、もう11時とか出社してちょっと遅めにずらすとかもう全然できるんで。コロナ前からできてたんですね。あ、そう、だからあんまり変わってないんですよ、正直言うと。このなってからもう週2回行ってたのがなくなったぐらいの気持ちなんで、そんなにうちの奥さんもなんか変わったぐらいの働き方はしてますね。なんていい会社なんだって思いますけどねそういう多分ワークライフバランス的には非常に優れてる。本当に働き手のなんか余裕ある生活みたいなところは担保されてる会社だなとは思います。実はですね、 K さんは副業としてご自身の会社も経営されてるんですよね。普通に考えたら一社で働きながらもう一個の自分の会社も経営するって時間的にもそうだし脳のメモリ的にもできなさそうなんだと思うんですけど、実際どうなんですか？なかなか時間の配分って難しいんですけど、このガーファムの企業の中でもマイクロソフトは多分他の企業に比べて時間の取りやすさはある気はしてます、副業も結構しやすい環境にはなってると思いますし、特にマイクロソフトで副業してる人もかなり多いんで。多いですね、全員してるんじゃないかと思ってます僕は会社の利益と相反してないかとか、マネージャーの承認っていうのは必要になってくるんで、そこはちゃんとこうやらなくちゃいけないですけど、チャレンジすることに対してみんな応援してくれるんで、今やらせてもらえてるって感じですね。マイクロソフトって表面的な精度とか、あとはオフィスの綺麗さとかが結構見られがちだと思うんですけど、会社のホームページは分かる部分と分かりきらない部分があるなと思ってて、Kさんが思うマイクロソフトで働いてみての魅力ってあったら教えていただきたいです。まずは商品のバリエーションが多いんで、やりたいことが見つけやすいんですよね、アメリカの本社で働きたいっていう人も結構いらっしゃるんで、インターナルのそういうトランスファーの制度を使って面接を受けてアメリカの本社に働きに行くっていうのも結構簡単に可能です、実際どうですか？何が一番良かったなと思います？働いてて良くも悪くも自由なんですよ。受け身の人は多分嫌なんですよ、この会社。めっちゃいいっすね。最高じゃないですか。そうなんですよ。だからやる気があって何でもチャレンジしたい人からしたらめちゃめちゃいい会社だと思います。やっぱ上司もすごく応援してくれたりとか、会社全体でそういうのを応援してくれたり、育業もその一環だと思いますけど、本業の中でも違うプロジェクトやりたいですっていうのをちゃんとこうロジカルでお話ししたら、じゃあやってみなよっていうのを結構フットワーク軽くやらせてくれたりとか、だから逆に受け身な学生って多分合わないと思いますね。僕自身も結構学生からコンタクトもらってこの会社に行きたいんですって時、なんでって聞いた時に、研修がしっかりしてて1年間も育て上げてくれるからみたいなことを話すんですけど、会社が何かをしてあげるっていう環境で行きたい人は多分マイクロソフトに合わないですね。今の時代の流れ的にどの企業でも絶対そうなる気がしてて、それがちょっと早めに行ってて、アクションする人に合う会社っていうことなんですね、
チュンダリの会社もそうだと思うんですけど、例えば僕がですよ、大学卒業してシュンさんの会社入りたいですと、ただ僕は今何のスキルもありません、シュンさんの会社で1年間育ててください、でも給料くださいって言ったらどう思います？ごめんなさいする感じですねやっぱ嫌ですよね。人件費って大きいですし、大きいのはその大企業はそれができるかもしれないですけど、時代的に多分それがどんどん難しくなるんですよ。本当に将来何が起こるか分かんないって時代がもう今も来てますし、もっともっとそれが色濃くなると思うんですけど、そういう時代に皆さんにこう伝えたいメッセージとしては、受け身になるんじゃなくて常にこう行動して自分でアクティブに成長していくマインドセットっていうのはどの会社もやっぱ必要なのかなって、特に学生さんに持ってほしいものかなっていうのは思いますし、それを持ち続けて極めた人はそういうマイクロソフトみたいなところも全然狙えるんじゃないかなと思いますね。確かにもう去年とかの常識では考えられないことが起きたりとか、3年後5年後の日本どうなってるか分かんないじゃないですか。そういう変化に対して、まあ、日本企業だいぶ気づかされたと思うんですよ。オンライン化が進んでその波に乗れなかった企業って多分かなり人件費かさんだりとか、でそういう競争率が落ちてきたりする中でコストを削りに行くしかないんですよね、っていうこう波がこの1年でバッてきた、もう1年ですよ、これが10年経った時にどうなるかってもう本当に誰も予想できないですし、だから本当に僕からしたらずっと安定して給料をもらい続けられるからっていう理由で入る人はかなりリスクだと思います。これがじゃあ本当に 4,50 年続くんですかっていうのは自分に問いただした方が絶対いいと思いますね。挑戦しないことがリスクっていうことですね。もう完璧にそうですね。会社に入ってそういう挑戦するマインドって一定薄くなるなっていうのは感じてて、それがなんか保てる会社とか挑戦どんどんしようっていう文化っていうのはすごく素敵だなと思いました。日本の企業で難しいのはそういう頑張っても給料に反映されないみたいな、まあ、制度的なところですよね。マイクロソフトが結果出した人にはそれだけの還元がされてインセンティブとかボーナスがどかって出たりするので、そういうのを応援してくれる会社っていうのはこれから増えてくると思うんですけど、そういうマインドを持ってる人はそういう会社を探す、マイクロソフトはそういう人たちを応援してくれる会社なんで本当にいい環境だと思いますね、一般的に就活生が外資系の企業ってめちゃくちゃハードル高いし、いけないものだって思って選択肢から外してる部分はあると思うんですよね、はい、でそういう方々がちゃんとアクションを積み重ねて会社に入っても活躍できるって思わせたら入れる可能性は全然あるっていうことで大丈夫ですか？そうですね、基本的に学生さんはポテンシャル採用なんですよ。マイクロソフトでもポテンシャル採用というか、多分他の企業さんに比べたらどれぐらいのポテンシャルあるのかっていう測る上で実績が必要じゃないですか、いくらやる気ありますとかできますって言っても、じゃあ今まで何してきたのってところに実績なかったら口だけだなって多分思われると思うんで、証明する経験っていうか実績は必要かなと思います。なるほど、自分から主体的に行動するっていうのが本当の第一歩目だなっていう。そうですね、やっぱりアクションしまくってる人の実績って多分他の人に多いじゃないですか。労働だけ作れるかじゃないですかね。あとは僕らの動画に出てくださる石坂さんもそうですし、サリナさんもそうですし、Kさんも純ジャパじゃないですか、はい、で英語が最初からめちゃくちゃできたわけでもないし超高学歴っていうわけでもないっていうところで、可能性としては絶対あるなと思ってて、受かる受からないにしてもそういった主体的に行動するっていうのは人生を豊かにする上で大切だし、まあ、僕らのチャンネルとしてもちゃんと選択肢を広げてなんか自分もやってみようかなって思ってもらえる人を増やせたらなと思ってるので、ぜひ就職活動引き続き頑張っていただきたいなと思っております。実際にアクションしてそこを積み上げたいい例として、僕は実際に大学1年生までずっと田舎の学生として育ってきたんですよね、ただそんな学生が最終的にガーファミ2社から内定もらえたりとか、リクルートホールディングスとかブルームバーグとかから内定もらえたっていうのはやっぱりそこの積み重ねで、多分このシュンダリアリ見てる学生さんで地方学生の方多いと思うんですよ、そういう人に勇気気づけられるような内容を次の僕の動画の中でもお話しするので、よければ見てください。下の概要欄から飛んでみてください。ありがとうございます。ということで本日は長い間ありがとうございました。ありがとうございました。就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。